動画をご覧いただきありがとうございます。つよしです。今回はヤフオクの出品管理ツールを紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、つよしです。今回はアップツールというですね、ツールを紹介したいと思います。はい。このアップツールは無料で利用できるヤフオクの出品管理ツールです。はい。これを使えばですね、簡単に一括出品、再出品ができます。で、利用する場合は、ここの右上ですね、ここに、利用登録無料っていうのがあるんで、ここから、登録をして始めてください。あ、ここにまあありますね。今すぐ無料で利用するっていうのがありますね。ここから、登録をして使い始めてください。でですね、使い方なんですけれども、ここのホームですね。ホームのところにツールの使い方っていうのがあるんで、ここをクリックしてもらって、そうするとですね、使い方がこういうふうに出てきますね。これを確認してください。はい。それから、機能ですね。出品、再出品機能っていうのは、個別に再出品するっていうのと、まとめて一括再出品っていうのと、価格変更して一括再出品。それから、まとめて一括出品っていうのがありますね。はい。それから、開催中の管理っていうのがあって、このように、個別に注目させる。まとめて一括注目。まとめてアクセス数を見る。まとめて早期終了。まとめて取り消しっていうのがありますね。それから、落札後の管理ですね。取引ナビに投稿、個別に評価する、まとめて一括評価っていうのがありますね。はい。このツールをですね、使うことによって、面倒な再出品作業を効率的に短縮することができます。はい。なので、使ってみてはいかがでしょうか。はい。今回の動画は以上となります。参考にしてみてください。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。失礼します。